こんにちは。今このチューリップとケシの花のケシの花の部分かな、ここのところが終わったので、これからチューリップの部分に入っていこうと思っております。それでまあおしゃべり動画をね撮っていこうかなと思ったのでカメラをつけたところです。そこのね、チューリップ株式会社さんのハンガリーのシリーズのチューリップとケシの花というやつです。まあね、これずっとおしゃべり動画撮るときにシリーズで続けてこのチューリップとケシの花を挿しているので、もうね最初からご覧いただいている方はこのデザインがねイーラ諸種のものだったりとか、そのイーラ諸種のデザインをされている谷崎聖子さんのお話とかしてたので、ちょっとね同じ話するのもあれだからちょっと今日は我慢していこうかな。今からねここのチューリップのところを刺していこうかなと思って、でなるべく一筆書きでたくさん運針できるのがいいかなと思ってるので、どうしようかなってねちょっと考えたのですが、結構複雑ですよね模様の感じが。でまあこっからこう進むからね同じように進めていきたいんだけれども、でもね全部を一気にするのは無理だから、やっぱりなるべく運針しつつ後からその線を足すっていう感じになるかなと思ってるんですけど、わかんない、他にもねいい方法があるかもしれないけど、ちょっと今私が考えたのはここから始めてここのチューリップの上の部分まで行ってこう戻ってきて、でここをシューッと行って、あーで中も行こうかな、ここのハートの部分こうハート進めて上まで行って、でここからこうか、うんそうだね、これ一緒に進めた方がいいか、でこういってこうかな、そして下に行くっていう感じですかね。ちょっとねここの上の部分とかはこの段階で刺せなかったから、また後回しというか後で残りの糸とかで刺すっていう感じかな。どうかな、それでいけるかな、ちょっとやってみますまあね、刺してるうちにまた後からこっちの方が良かったって思ったりするかもしれないけれども、まあこういうイラスト系のやつは何て言うんですかね、正解とかこれが正しいとかいうのはないと思うので、自分がやりたいようにやっていくのが一番楽しくできていいんじゃないかなというふうには思っているんですけれども、ちょっとここから針を入れようかな。私こんな感じでおしゃべり動画をねちょこちょこアップしてるんですけれども、大体がまあおしゃべりメインになるのであれですけど、なんかねなんだかんだで結構おしゃべり動画をアップしているなっていうのに思って、一応ね再生リストに入れているんですよね。そしたらねもう40本ぐらいになってたので、結構いろいろ喋ってるんだなと思って、なんかねどんどんネタがなくなってくるんじゃないかと思ったりするけれども、まあなんかその時その時に思ったこととかを話していけたらいいかなと思っています。まあおしゃべり動画なのでだいたい喋ってることがメインになるから、まあ皆さんもなんか一緒に手芸しつつ、おやつ食べつつとか家事しながらとかでもいいので、なんか作業 BGM 的な感じでラジオ感覚でゆるっと聞いていただけたらなというふうには思っています。あ、今ねちょっとこう離れた位置から入れて、ここが3面重ねて中の布と布の間に入っている糸を差し込むような感じでやっていっています。これね私が一目刺しの刺し始め刺し終わりっていう動画で説明しているやり方ではあるんですけど、これは一目刺しじゃなくて模様刺し、まあ、イラストだから模様の模様刺しになるんだけど、それでも一目刺しの方法でやってみています。特にニートが抜けたりとかはないから、これだとこう3目重ねる時とか、なん
ていうのかな、すっきりできると思ってるけど、まあ、どうかな、お好みでいいかなと思います。そうよし。それでね、おしゃべり動画もまあだいたいその時その時でこう、いろんなメーカーさんの刺し子のやつ刺したりしてて、前回がねこの同じチューリップ株式会社さんの幸せのゆりかごを刺してて、その前がホビーラホビーレさんの、寄せ模様ひし形を刺してたんですけどね、なんかそんな感じでね、いろいろ新しいものを刺していくのが楽しいなと思ってて、一応次はオリンパスさんのホビーショー、チクチク刺し子店のイベントの時にもらったプレゼントのやつの葛飾北斎の、神奈川沖縄浦を刺す予定ではいるので、これが終わったらねそれを刺していこうかなというふうに思っています。で、あ、そうそう、おやつの話をしようと思ったんでした。そう、おしゃべり動画もね、そのなんかいろんな刺し子付近刺しつつおしゃべりしつつで、その都度その都度何かしら、まあ、私お菓子食べることが多いのでそのお菓子も紹介しつつっていう感じでやってるんですけれども、今日はねちょっとね珍しいのを買ってきたんですけど、買ったっていうかね、これいつ買ったんだっけな、だいぶ前に買ってて、これねメロンパン、まあ、見たらわかると思うんですけど、メロンパンなんですけど、冷凍のメロンパンなんですよ。あれ、パッケージが、これセブンイレブンさんでね売ってる冷たく食べるメロンパンっていうやつで、アイスのコーナーに入ってるんですよ。冷凍のアイスの冷凍コーナーに置いてあって、で冷凍された状態で売ってるから、そうちゃんとね要冷凍って書いてるんですけど、で私も買って冷凍庫に入れてて、なんかの時に食べようと思っててずっと冷凍庫に入れてたんですけど、これね、3月13日って書いてるから、賞味期限切れてるじゃんって一瞬思うかもしれないんだけど、2022年の3月なのでまだまだ次の年のなんだけど、そう、それで賞味期限も長いからずっと冷凍庫に入れたままにしてたんですけど、それをねちょっと今日食べようかなと思って出してきてみました。そう、ちょっとねまだ食べたことないからどうかなと思うんですけど、ただね冷凍庫から今すぐ出したわけじゃなくて、冷凍庫から出してね撮影する準備とかなんか話すこととか考えてたら、多分ちょっと解凍されちゃってるかもしれない、あんまりキンキンに冷たい感じじゃないかもしれないんですけれども、ちょっとねこれもどうかな、あ、やっぱ食べようかなそう、メロンパンの中にクリームが入っているっぽいので、ちょっとここからね少しクリームが見えてるかなと思うんですけど、ちょっと割ってみようかな、中がねどんな感じだろう、あ、でも意外とちょっとまだ冷たいかな、ちょっとちょうどお腹が空いてきたから、わお、あ、こんな感じですごいボーっとこぼれないかな、ぎっしりクリームな感じですわー、甘そう、美味しそう、ちょっと食べよう、ん、あ、パンですね、パン、メロンパンが多分そのままメロンパンを冷凍してるだけっていう感じかな、アイスみたいな感じじゃないですね、あ、自然解凍でも食べられるし、あと電子レンジで温めてもいいんですね、うん、冷たいまま食べてもいい、多分ちょっとこう自然解凍した後ぐらいの感じです、そんなに冷たくないな、あ、でもやっぱメロンパン美味しいなこのクッキー生地っていうんですか、カロリーも高いだろうけどね、あ、こんなに一気に取っちゃったけどちょっと食べます、美味しいクリームがなんか甘すぎない感じかな、ちょうどいい感じはしますけど、
なんかおやつなんだけど結構腹持ちしそうなボリュームたっぷりっていう感じですね。うん、美味しい美味しい。これもおすすめ。ちょっと夏、なんていうか暑くなってきたから、これから冷たいままで食べるのもいいかもしれないですね。あ、ちょっとおやつの話まだしたいんだけど、ちょっと脱線するんですけどね。前回のおしゃべり動画でもおやつ食べた後、私このあのなんていうかな、除菌シートっていうんですか、ウェットシートで、まあ、そのままほら刺し子触ったら手が汚れてるから除菌シートで手を拭いて、これをね、あのカメラ外のところにこう置いてたわけですよ。それでその後刺し子進めててね、ちょっと前回のおしゃべり動画をご覧になった人しかわからない話をしちゃうんだけど、そのおやつ食べた後おしぼりね、除菌シート端に置いといて、それでおしゃべり動画でさあ喋ってるうちに、なんか私前回祖母の話をしたじゃないですか。だからなんか、私ね、どんどんだんだんこう涙もろくなっちゃってるとかもあるんですけど、まあ、祖母に会いたいっていう話をしたら、なんかな涙が出てきちゃって、前回のおしゃべり動画で、でしかも私そう、なんかとっさだったからちょっと自分でもびっくりしちゃって、おしゃべり動画撮りながらね、泣いてしまった、どうしようとか頭で考えながらも、撮影してるからっていろいろ考えて、でも涙は出てきちゃってるから、その焦ってね、この除菌シートで涙を拭いたの実は。そしたらさ、そう、あのなんて言うんですか、ハンカチで目を拭くのと違うじゃん、除菌シートだから、その要は染みたんですよ目が。そのこないだのおしゃべり動画、その祖母の話して泣いちゃって、はーって思いながらも焦って、この除菌シートで目を拭いたもんだから目が染みてきちゃって、さらに焦るっていう、実はね、そのおしゃべり動画では話してないけど、なんか後から思い出したらおかしくなっちゃって、なんか本当あのおしゃべり動画焦ってたなと思って、なんか時間配分もうまくいってなかったし。まあまあ、うん、おしゃべり動画だからね、あの自分なりにはゆるっと撮影しようって思ってるから、ちょっとこう、あのなんていうのかな、あの肩肘張らずというか、肩の力をまあいい感じで抜いて撮影しているつもりでいるんですけどね。うん、そんなことがありました。今ちょっとおしぼりで手を拭きながらそれを思い出したんだけど、まあまあまあ、その話は置いといて、おやつの話ね。そう、私が時々こうやっておやつの紹介をするから、結構ね、皆さんが同じの買ったよとか言ってくださるのもね、すごく嬉しかったりして、あとね、こういうのもおすすめだよって、おすすめね、教えてもらったりするから、自分で買ったことがないお菓子にね、挑戦したりするのも最近は楽しいんですけれども、そう、それで私この YouTube をねやってることを母にも話してるんですよね。だからね、母もね時々動画見てくれてて、でおしゃべり動画も見たりしてくれてるみたいで、あ、で私の母はね手芸をしないんですよ。そのよくね、友達とかもね、お母さんが手芸するのって友達からね聞かれたりするんだけど、そうじゃないんですよね、母はね手芸をしないんだけど、でも今母にね刺し子しないかなって言って誘ってはいるんだけどね、なかなかあんまり興味がないみたいなんだけど、そう、母がね刺し子始めやすいようにオリンパスの刺し子布巾をね仕立てた状態で、あとこの糸使ったらいいよっていう、一応一式こうお家に送ったんだけどね、始めないかな、どうかな。まあそんなね、そんな母が動画見てくれてて、そしたらその、まあ、母は手芸はしないけど、だから私が紹介するお菓子には興味を持ってくれてるみたいで、ちょこちょこね、なんか今日カルディに行ってきましたって、で豆乳サンドビスケットゲットしましたみたいな LINE で教えてくれるんですけど、なんかそんな感じでコミュニケーションをとっています。
面白いでしょ。あ、今こう来たけど、ちょっとどんどんあれですね、すいません、話したり見せたりして忙しいけど、今こう来たけど、こう行くより この流れでこっち側に行った方がスムーズに行けそうだから、ちょっとこっちに流れていこうかなと思うんだけど、そう、それでこうお菓子をね買ったりとか、なんかセブンイレブンに行って、あのもちもちリングシュガーを買いましたとかね言ってくれたりするんだけれども、そしたらここ最近ね、また母から連絡があって、なんか多分母がその話をするからだと思うんですけれども、なんか父がね出かけてセブンイレブンに行ってきたらしいのね。そしたらもちもちリングシュガーともちもちリングイチゴを買ってきてくれましたって言ってね、なんか父はあんまり動画は見てないみたいだから、多分母が話してるのを聞いてそれで同じの買ってきてくれたんだろうけど、優しいなと思って、なんか仲良さそうで何よりと思ってですねそうだからね、母も同じそのおやつを食べて、ちょっとそう母にもね会えてないんですよ、実はもう1年以上ちょっと会ってないんだけれども、住んでるところがねちょっと地域が違うので別に問題ないとは思うんだけど、なんかあんまりねやっぱりこう遠出しない方がいいのかなと思ってちょっと自粛してるんですけれども、それでね母にも会えていないんだけれども、こうやってなんか同じおやつを食べているということで、なんか電話する時もあれ美味しかったよとかね言ってくれるから、それがちょっとした楽しみになってて、まあ良かったかなと思ってます。そんなわけでね、今日はこの新しいのに挑戦したからまたきっとこの動画を母も見てくれて、これをチャレンジするんじゃないかなと思っているところなんですけど、またね皆さんもセブンイレブンだったらね全国にあるからいいかなと思って、見かけたらこのメロンパン冷凍庫のねアイスのコーナーにありますので、よかったら見てみてくださいね。多分ねちょっと前のおしゃべり動画で紹介したのかな、無印良品ね、無印良品のぬか床があって、で多分最初は私そのぬか床が気になってるんだけどみたいな、まだ買ったことがなくってっていう話をして、でその時に結構コメント欄でね、あの無印のぬか床やってますっていう方とか、そのぬか床の良さっていうか、こう無印のは週に1回かき混ぜるだけだから初心者の人にもやりやすいよみたいな感じで皆さんが教えてくれて、でそれで無印良品また行ってねぬか床を買ってデビューしたっていう話も前のおしゃべり動画とかでしてて、ただねこの間コメントでまたぬか床のこと教えてくださいってあのコメントもいただいてたので、あそうだねちょっとこうぬか床の話しようかなと思って、で今日あの話そうと思ったんだけど、無印のぬか床ってこれなんですよね、この発酵ぬか床って言って、ちょっともうあんまりあれだね買ったばかりのやつじゃなくてもう使ってるやつだから、あんまりちょっと遠くで映そうかな、そうこれ冷蔵庫に入れればよくって、でそのぬか床ってやっぱ難しいっていうイメージがあるじゃないですか、私もねちょっとあまり料理が得意じゃないからハードル高いなと思ってたんですけど、その教えてもらってね、無印のやつは毎日のかき混ぜがいらないぬか床です、あらかじめ発酵されているのでそのまま野菜をつけられますっていう発酵ぬか床、多分ご自身でぬかを買ってきてそのぬか床するってなると結構難しいと思うんですよね、カビが生えて失敗したりとかあると思うんだけど、これはそういうのがなくて簡単にできるよっていうやつで、でジッパータイプだから私はもうこのまま野菜をつけてこう何野菜が隠れるようにぬか床ちゃんをこうやってこうなじませて、そのままジップロックのままね冷蔵庫に入れてるだけなんですけど、結構ね簡単にできて、ただね私はねまだ人参しかやったことがないの、これもう人参を何回やったかな、 4,5 回ぐらい人参でやってるかな、これちょっと1個食べようかな前もこの間なんか人参食べた気がするけど、そうあのコリコリしてねやっぱお漬物、うん、この歯ごたえがいい感じわかるかなそうそうでね、人参しかやったことがないんでちょっと他の野菜でもやりたいなとは思ってるとこなんですけど、なんか
コメントで教えていただいたのは、ナスがね色がつくから、ナスはできればあの別でつけた方がいいですよっていう、まあね、教えてもらってて、でもねもう一つぬか床買うのちょっと大変かなと思いながら、まだねナスはつけられてないんだけど、あとキュウリが気になってるんですよね。ちなみにね、それこそ母もね無印のぬか床デビューしてて、私の真似してね無印のぬか床買ったって言ってて、でも母はキュウリつけたけど、なんか普段よく使っやってるなんかビール漬け、何だったかな、なんかその別のお漬物があるらしいんですけど、そっちの方がキュウリ美味しかったからそれでやってるって言ってたんですけど、またねちょっと他のお野菜でいろいろチャレンジしようかなと思いつつ、私はまだ人参だけです。あ、ちょっとこの間ねコメントでね、あのゆで卵やってみるって言ってくださったね方がいらっしゃって、そうそう、よくコメントくださるからね、あのやり取りよくさせてもらってるんだけど、ゆで卵どうだったんだろう。でもなんか煮卵っていうかさ、ラーメンとかにある味付け卵みたいな感じになるのかなと思ったり、どうなんだろうね。ちょっとハートの部分を今進めつつですけれども、ここの真ん中の中心線みたいなところは最後に刺していこうかな。ちょっと見せつつ話しつつでわたわただけど、私ちょっと今思ったより時間が経ってることにびっくりしてるんだけれども今日もどうかな。まあそんなところね。あとそうだ、人参の話で、あとねこれもお見せしたかったんですけど、ちょっと前にね話したあのこれ、あ、人参のねちょっと持ち上げるとヘタの部分をね水につけて水耕栽培っていうか、あの再生栽培でリボーンベジタブルっていうらしいんですけど、再生させるからリボーンね、で栽培、あ、野菜、再生野菜か、でリボーンベジタブルで、略してリボベジとか言ったりするらしいんですけど、ネットでねリボベジって検索したら結構いろいろ出てきます。でこの間まで人参2つだったんだけど、もう一個ね新しくそのぬか床した時にもう一個人参できたからね、今3つでやってるんだけど、もうすごくねこんななって、なんかねパセリみたいにして使ったらいいよって教えてもらったんだけれども、あまり料理をしないのでパセリに使うってどういう感じで使ったらいいのかなと思いながら、そのままになってどんどん人参が育っていっているところなんだけど、意外と可愛いですよね。なんか観葉植物ね育てたりするの楽しいから、そんな感じ、そんな感覚でこの人参ちゃんを今育てていますって、ちょっとちらっとお見せしました。そうそう、ちょっともう最後になるんだけど、結構喋りすぎてるな前回の喋り動画で話そうと思ったけど喋れなかったっていう話でね、あの時に葛飾北斎の話をしたと思うんですけど、これがね根治に白い糸で刺し子をしていく予定なんですけれども、まあねこれも多分ね次のおしゃべり動画、あ、次のっていうか今このチューリップとケシの花をおしゃべり動画でずっと刺してるけど、これが完成したら次はこの葛飾北斎でいこうかなと思ってて、で最近ねその根治に白で刺し子するのがかっこいいなと思ってて、でいろいろ気になって、なんか私調べ物したりとかするのが好きなんですよね。ネットで検索したりとか、で本を集めて本で調べるとかするのが好き で今ネットとか古本屋さんでもちょっと探したりしたかな。それでこのねなんか昔の書籍っていうのかなが気になって、でこの吉田栄子さんの本が結構いろいろ検索で引っかかったから結構ね買ったんですよね。で根治にこの白い感じですごくねどれも素敵で、このね今中をねパラパラめくって見るのが趣味なんですよこの眺めたりして、もうどれもねかっこいいんですよね。でその紺色に白の刺し子で、そうそう、あのね映画で森のいる場所を映画でおすすめしてもらったんですよね前に。でそれを見たらあのキキキリンさんが刺し子のワンピース着てらっしゃって、それもすごく素敵で、あ、ちなみにあのこの吉田栄子さんのシリーズだ、これね銀座昭恵さんっていう方のなんですけど、
リザケイさんのね、ここがめっちゃかっこいい。もう中も見せてあげたいぐらいなんだけど、表紙だったらいいよね。このね、太い糸と細い糸でこうたくさんうまくね使い分けてて、なんて言うんだろう、この表現をしてるというか、まあまあそんな感じで、あで、そのキキキリンさんのワンピースがね素敵だったから、多分それにも感化されてっていうか、ああいうお洋服とかもねできたら素敵と思ったんだけど、そんなわけでね、今こういうちょっと古いものを見たりとかして楽しんでて、でこの間、この間っていうかもう1ヶ月前ぐらいかな、そのセブンイレブンに行った時に、セブンイレブンだったかな、ローソンだったかな、どっちか忘れたけど、コンビニに行ったらね、この雑誌が目に留まって、で私あんまり雑誌買わないんですよね、けどなんかこのここにね、この白洲雅子さんの字がバーンって見えて、なんか欲しくなって、まあ、それこそね、その森のいる場所のキキキリンさんが着てたワンピースが白洲雅子さんのお洋服、お店で扱ってた反転だったかな、なんかそれをリメイクしたのワンピースを作ったっていう話をね、ネットか何かで見て、そう、 あとコメントでその森のいる場所を教えてくださった方からも白洲雅子さんのお話を教えてもらってたから、で興味があったんだと思うんですよね、私の中で。でもこの白洲雅子さんの字にビビビってきて、いわゆるパケ買いっていうか衝動買いですよね、久しぶりに買ったと思って。でもね、あの中がすごく見応えがあって、そのお洋服の話とか、白洲雅子さんのね暮らしとかが載ってて、まあ、すごく勉強になって、なんか、うん、昔の人からこうやって学ぶのって素敵、なんか素敵なことだなと思って、なんか大切にしていきたいなと思って、ちょっとねまだ全部は全然読めてないんで、そう、あとね、なんで買おうかと思ったかって決めてももう一個あって、ただねこれね、コンビニに売ってる時に、あの中が見えないようにカバーなんかバッテンされてて、でもここの隙間からちょこっと覗けたんだよね。それでちょこっとね隙間を覗いた時に、どのページだったかな、あこれはと思ったんだけど、あそうそう、ここが見えたの、このね、あこれ、まあ、まさにその葛飾北斎のことがこう隙間をこうめくった時に見えて、はあ、葛飾北斎の話が載ってるのかと思って、それでもね買ったの。それでこの神奈川沖浪裏の話が載ってて、すごくタイムリーだったんですよ。だからちょうどそのオリンパスさんの応募してこれを希望した後ぐらいにこの雑誌見かけてね、そんな流れで、なんか今どんどんこう自分の中で今までと違う興味に移ってきてるなと思って、なんかそうやってねコメント欄でいろいろ教えていただくことで自分自身も新しい知識が入ってるんだろうなと思ったんだけど、そう、森のいる場所なんて全然知らないやつだったし、映画は、まあ、もし皆さんも機会があればね、ぜひキキキリンさんのそのワンピース見てほしいなと思うんですけど、ちなみにね Amazon プライム、アマプラではやってて、で Netflix ではやってなかったんだけど、なんか機会があれば、なんか予告見るだけでもそのワンピースすごく素敵だから見てもらいたいなと思うんですけどね。そう、まあそんなところで、そう、前回この話もねしたかったんだけど、なかなか時間がなくてできなかったから、まあまだ雑誌も全部読めてないのでパラパラなんですけど、あそう、まあ、特にねこれはその刺し子に関係するかって言ったら別に関係しないんですけど、まあ白洲雅子さんがちょっと今興味があったので、いろいろ調べていきたいなと思っているところですけれどもすいません、そう、前回喋れなかったからね、ちょっとわたわたって今喋ったけど、今日も長めになってるな、そんなところでございます皆さんも今何か進んでいらっしゃいますかまたね、なんか喋り動画そう楽しいって言ってもらえたりしてすごく嬉しいなと思って、ありがとうございます。また何かいい話題を探しておきますおしゃべりできるようにですね、また何か
ありましたら皆さんもいろいろコメントで教えていただけると嬉しいです。いつもねコメントとかでね新しいことを教えてもらえるから勉強になるんだよな。ちなみにそう、ケシの花がこの間わからなかったんだけど、ポピーですよって教えてもらって、ポピーね、かわいいよね、そんな感じに見えてね。まあまたね、これももうちょっとだけれども差し進めていきたいと思います。頑張ります。そう、よかったらまたグッドボタンしてもらえると動画作成の励みになりますので、グッドボタンで応援してもらえると嬉しいです。あとね、コメントもお気軽によかったら書いてくれると嬉しいです。あとね、ブログもちょっと今月は更新頑張ろうかなと思っているところなんだけれども、なかなかまあちょっとマイペースなもんでゆっくり更新にはなるかもしれないけれども、ブログも見てもらえたら嬉しいです。またどうぞよろしくお願いします。最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。